ああ、次はこのデカブツを沈黙させないとね。天上の人、ルケニ討伐任務の最終段階を始めます。舐められているよね。この巨大な体がルケニの本体じゃないなら、いくら攻撃しても力の無駄ね。空番将が話したルケニの身体を、先ほどの破片と似たような部分を見つけないといけません。その通り、手分けして探しましょう。あなたとキャロルは上へ、ルケニの頭部を追う。ナジャ先輩、行こう。ティミドとライルは下方での捜索をお願いします。ライデン、はい、任せて。やった。メイ姉さん、ライデン、ええ、真ん中は私たちが担当しましょう。天井の人の企みが何だったとしても、ここで阻止する。はい、そう、ライデン、将来メイ姉さん、ええ、壊しましょう。ライデン、将来アルティメットブレイド完全解放。ティミドちゃん、身体を見つけたよ。はい、攻撃を始めます。さよならの時間だ。ティミドちゃん、今だ。わかりました。先輩、行こう。ワンツースマッチ、チャンスや。奴が作った空間は消えた。それにさっき、ええ、私たちはルケニに勝ちました。先輩、うちらちゃんとやったで。ほんまにできたんよ。ええ、よく頑張ったわ。あなたも。それから隊長。メイ隊長の言う通りです。みんなよくできました。だけどまだ気を抜いちゃダメね。急いで情報を。同感です。天命は直ちに防御計画を立ち上げないとなりません。でもこれでやっとセントフォンテーヌの皆さん。まあまあ、そういう後片付けは他の正体に任せなよ。一番肝心な部分は。あんた油断はできひんて。ブローネ隊長が言う。あのティミド、アテンマ城、アテンマ城がまだそこにあります。空に放たれた光は消えた。空を覆うほどの空洞。いえ、空洞ではありません。虚空番将が言っていたのはこれ。ルケニを倒したのに。
おそらく私たちは一歩遅かったのかも。じゃあ肝心なのは繋がってる場所では。直ちにテレサ司教に連絡をしない。相手がやってきます。天命司教、テレサアポカリプス、これより特セントフォンテン脅威レベルをもう一度引き上げる。天命の戦士たち、戦略的配置を発表する。まずはセントフォンテーヌから、最後に